から始まるんだよね。あ、もう帰ってきてすぐあの食べるものをあさるくらいじゃないと、はい、やはりその深く東京っていう深くかけた時にあのいろんなところに破壊されてくるわ、筋肉とかやそれに早く修復するためにまず食べてもらわなくちゃダメなんです。そこで寝ていたり、はい、下がってぼーってしてたらダメです。もうすぐにやっぱり会話を見に顔つくんじゃないですか。やっぱりでも走るハーツくらいサンプの顔してるな。で、あのチップ体全身ついてるんだけど、はい、これはあのストレッチですよね。あ、馬が帰ってきて、帰ってきてあのクラ外したら、はい、あのリラックスするために、うん、あの背中を下にするっていうんですかね、足を上にしてあのねじるっていう形を、はい、でこれができないとやっぱどっか痛い、痛い時には、まあ、あの弱食獣ですから、はい、弱食獣は絶対寝ないんですよ。そうですよね、うん、だけどこれ馬は自分のテリトリーっていうこの馬房のスペースが自分のテリトリーなんで、うん、そこでは何するかっていうことはその大きいところを狙う馬っていうのはまず食うとかしなきゃならない。で馬房に帰ったらこうリラックスするために緊張感をあの取るためにやっぱりゴロン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 してストレッチするわけや、うん、ストレッチこれをしないとやはりその筋肉はあの伸ばさないとダメですよね。じゃあこれちょっとついてるのがある意味貴重なんですね。これついてないとダメ、ね、ついてないとダメなんですね、ダービー2勝トレーナーが燃えるタイムフライヤーとの戦い、日本ダービーにタイムフライヤーで出走する松田邦秀調教授です。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、先生はもうダービーといえばね、もうこの業界でも一番燃える人じゃないですか。周りには忘れられてますけどね。いやいや本人は燃えてるんですけど。燃えてますか。先生にとってちなみに日本ダービーというのはどういうレースですか。そうですね、あの自分は牧場の息子なんで、はい、やはりあの競りとかいろんなその名簿にそのブラックタイプで、はい、あの書かれるような、うん、競走馬に携わりたいなと思いますし、まあ、そのためにはダービーを狙うっていうのが、うん、まっすぐでよろしいんじゃないかなと思いますけどね。自分としてはもう常に頭の中にはダービーをということでトレーニングセールの馬をあの、まあ、購入のアドバイスするときも常に、あ、常にやっぱりダービーを意識してと、ね、じゃあ今年の、まあ、タイムフライヤーは G1 ホースとして挑むわけですからその意識も強いと思いますけど、タイムフライヤーに関してはどのあたりからダービーを意識されて今日まで迎えてこられたんでしょうか。まあ、新馬の新潟出走も、はい、やはり短いところではなくて、うん、やはりあの切れ味の競馬っていうのを新馬の時に良いドンになりますので、はい、まあ、新潟が一番あの時期ではダービーに一番勝つための新馬戦になるなという思いましたしね、あのどの時点でというふうになってくるとやはりあのこの馬を私にということで、はい、まあ、1歳の時に牧場で見るわけですけれども、はい、どう考えても血統的にはダート一族の系統ですから、うん、はい、そうですよね、母系は、はい、あの自分としてはダービーに出走する芝馬場にしか見えなかったです。あ、でも牧場の方々は、はい、あの先生あのお間違いではございませんあのダートなんですけどっていう形だったんですけど、まあ、その時点でダービーだなっていう感じはありました。あ、そうなんですね、うん、ダービーにそれでは出す段階でいうと今回は状態はいい状態で出せそうですね。皐月賞よりはいい状態で、
奥歯に物を挟まってしまいますけれども、はい、1週間とか1日とか、はい、そのあれですよね、大事にしたいなと思う次第だけどね。あ、1日1日を大事に。でもあれですよね、ダービー2勝の時、僕松田先生とゆっくり喋らせていただいている時間がありましたけど、若干あの時よりやっぱり歯切れが良くないですね。1球者に勢いもありましたですし、はい、勝てるレースは勝ちましたもんね。うん、そうですね。今は勝てるレース勝てないもんね。何をしてますら。だから、あの、決心おられるっていうのはどうなんですかね。あの、本当はもっとやりたいことももうある状態で、うん、それを加減の、あの、あまり下の方行かなくても減の方ぐらいなスタンスで、あの、今までダービーを迎え入れたのとは今回違って、うん、やはり下の方に意識しないと勝てないなっていう気持ちと、うん、馬はそれに耐えれるか耐えれないかっていう状況かと、やはり向き合わなきゃならないんで、うん、一日が大切、まあ、一日でも多く欲しい、はい、ということは加減の減じゃなくて加でしょうね。やっぱり何か加える、何か加えないとという状況下はやっぱり真摯に向き合わなきゃならないですよね。まあ、でも必然として、新潟の長い直線でデビューされたのが、まあね、ダービーにあの頃一番近い条件であるということだったんで、今回は中山よりはタイムフライにとっては直線の長い左回り、もともと意識されてきたコースですから、カーの部分に入りますね、このコース、条件が変わるっていうのは。それで、あの、馬場の悪い時も2歳の時には、ハニステークスか何かで勝たれてますから、はい、その、卒業賞の時の馬場の悪さが、敗因の全てというふうにも、捉えられないでしょうし、やはり体勢じゃないですか、体調が、うん、あのダービーにピシッと持っていけるか持っていけないかというのは非常にその、 あのゾーンっていうんですかね、はい、勝てるゾーン の、 あの狭さっていうのは意識しつつ、やはり何かもう一つ加えたいなという気持ちが先が走らないように、やはり馬が、その時点で一番あの気持ちよく走れるのを調教師として何ができるかっていうのをやりたいですよね。それでは最後に抱負をお聞かせください。ダービーですので、ぜひタイムフライヤーでという気持ちあります。よろしくお願いいたします。一日一日を大事に応援しております。ありがとうございました。松田邦秀調教師でした。